スーザン・バーナードはアメリカ合衆国ローサンゼルス出身のモデル、女優。アメリカの男性向き雑誌プレイボーイ氏1966年12月号のプレイメイトとして知られる。彼女の中央、見開き折り込みページはマリオカッシーリによって撮影された。バーナードはホロコーストの生存者で、 著名人カメラマンのブルーノ・バーナードと舞台女優、演出家のルース・ブランドの娘として生まれた。バーナードは2回結婚し、離婚した。最初の夫は映画、エクソシストのダミアン・カラス神父役で最も知られる俳優、脚本家で2001年に死去したジェイソン・ミラーである。バーナードとミラーの間には、ジョシュア・ジョン・ミラーという息子がいる。ジョシュアも、 両親と同様に俳優である。バーナードは、ロサンゼルスに住み、中小企業を経営しながら、彼女の父親の仕事を後世に残すため、ウェブサイトを構築していた。バーナードの経歴は、映画とテレビで参見できる。1960年代後期にテレビドラマ、ゼネラル・ホスピタルの1シーズンに出演し、テレビのシリーズものに何度か早くで登場した。 大部分の仕事で、彼女は、スー・バーナードスベルナールとしてクレジットされた。ラスメイヤー監督の映画、ファスター・プシー・キャット、キル、キル、の撮影の一方で、バーナードは、プレイボーイ師のモデルを務めた。彼女は、最初のユダヤ人プレーメイトであると思われてきたが、近年1959年5月の、プレーメイトであったシンディ・フラーが自分が、 最初のユダヤ人プレイメイトだと主張している。バーナードは1998年8月号のファム、ファタルズ氏のインタビューで、私はセンターフォールドでクリスマスツリーの前に佇む、初の18歳未満のユダヤ人の少女でした。と述べ、彼女の父ので死の一人であった貸し入りに取られる。以前には、自分の母親以外の誰の前でも裸になったことは、なかったと続けた。 ありがとうございます。